ケーナおよびケナーチョケーナは、南米ペルー、ボリビアなどが発祥の縦笛である。リードがなく、上部にある、U 字、または V 字型の切り込みによって、歌口を形成する単純な構造の縦笛であり、日本の尺八、中国の道章と同じエアーリード式の木管楽器に分類される。表側に数個と裏側に1個の思考を有し、それらを直接指で塞ぐことにより演奏する。 表側の思考は古くは3から4項だったが現在は西洋音階に対応するため6項が標準となっている。缶尻は内径を細くした絞り構造となっており同じ音域のストレート構造の笛に比べて短い。材料としてはもともとはガーニャと呼ばれる足が用いられていたほか遺跡からの出土品には動物の骨を使ったものも発見されている。現在は 楽器としてある程度以上の水準のものは、足よりも、格段に硬い材質の竹、または、木で作られることが多い。吹き込む息によって、湿気を帯びること、また、材料の木で口がかぶれることもあるため、吹き口の部分だけ骨を使う場合もある。竹杖のものは、いかにも軽ならしい哀愁を帯びた、かすれた音色を奏でる特徴があるが、蓄材による寸法のばらつきがあるため正確に、 調律するのが難しい一方、木製のものは音程がかなり正確にできるが、音色は、K なというより、フルートに似たクリアな音色の印象を受ける。このように材質によって特質があることから、好みは分かれる。近年では、学校教育用に、プラスチックで作られることもある。また、日本国内では、目だけなどを使って自作する人も多い。 最も一般的なサイズのケーナは、全長35から40センチメートル、最低音が、ソで、フォルクローレの曲で多く用いられている。と、長調、補短調のメロディーを奏でるのに、最も都合が良いように調律されている。最高音は、理論的には4オクターブまで出るが、通常演奏される曲は、概ね3オクターブなど、あるいはレまでの音域である。また、半音は、 ほとんどの場合、指穴を半分開けることで表現する。そのため、半音が多い曲では、正確な音程を確保することは、困難が伴う。通常サイズの G 関係なを基準として、これより、サイズの小さな高音の K なを、ケニージャ、大きなサイズの低音の K なを、ケナーチョと呼ぶ。よく使われるのは、G 関係なより3音、低い最低音でのもので、 最低音がファのものも使われることがある。さらに低音域のものとして、通常の G 関係なより1オクターブ低いハチャケーなが使われることもあるが、広い間隔の思考をスムースに塞ぐことができる手の大きさが必要とされる。ケニージャの音域は、大抵の場合通常の G 関係なでカバーできてしまうため、ケニージャが使われる頻度はあまり多くない。はアルゼンチン式と、 ボリビア式に分かれる。日本には、もともとアルゼンチン経由で紹介された経緯があるため、かつてはアルゼンチン式の運指で調律された楽器が多く、入っていたが、現在輸入されている楽器は、ボリビア式の運指で調律されたものがほとんどを占める。ボリビア式は、下から3番目の指向が小さくなっており、指導感が半音となるように作られているため、 下から順番に指穴を開放していけば、徒長長、徒短長の音階になる。一方、アルゼンチン式は一番下の思考と、裏口以外の思考がほぼ同じ大きさとなっているため、一度勘が半音となる音階とするためには、下から二番目の思考を閉じる必要がある。思考の塞ぎ方としては、裏口を左手親指、標高の上三つを左手人差し指、中指、 薬指、下3つを、右手人差し指、中指、薬指で押さえるのが一般的である。以前は、表子を左手2つと右手4つで押さえる演奏者が一部に存在したが、現在この押さえ方はほとんど使われていない。フォルクローレを演奏する時サンポーニアとき、散歩にあとともに、主旋律を受け持つことが多い。大太鼓のボンボや弦楽器のチャランを、 ギターなどと合わせての演奏が一般的である。楽器の構造が単純であるため、音色や表現は奏者の息遣いの表現力に強く依存する。演奏技術次第で音域を広げたり、音色を豊かにしたりすることが可能である。1970年代、日本に初めてフォルクローレが紹介されたのはアルゼンチン経由だったため、この時期に活躍したケーナ奏者は、 アルゼンチン人が中心である。ペルー出身だがアルゼンチンで活躍したアントニオ、パントー派、アルゼンチン人のウニャラモスとラウル・メルカードの名が知られているほか、現在も活躍している奏者としては、ラウル・オラルテがいる。しかし、現在ケーナの本場と言えるのは、ボリビアである。ボリビア人のケーナ奏者としては、ロランド・エンシー・ナス、ルーチョ・カブール、マルセロ・ペーニャ、エディ・リマなどの名が知られている。 ありがとうございます。